さんこんにちは、レナです。やっほー。 YouTube めちゃめちゃ久しぶりに撮ってます。イエーイ。このカメラ使うの久しぶりって毎回言ってる気がする。 YouTube 全然投稿していない間に家族も増えました。こんにちは、お兄ちゃんですということで、私が久々に YouTube を上げるということは、めちゃめちゃでっかい段ボールが届きましたよ。じゃーん。重量重量入れてない荷物が届きました。今日の動画はですね、久しぶりにシーンで爆買いしたので、買ったものを紹介したいと思います。イエーイ。ね、いっぱいあるからね、ちょっとサクサク進んでいきたい所存でございます。こんにちは。ちょっとマジで重いかもしれないこれ。オープンザドア。へー、今まで買ったシーンの中で一番重量が重いかも。え、ぎゅうぎゅうなんだけど。え、えぐえぐえぐ、ちょっと待って、25点ぐらい入ってます。服がめっちゃいっぱいあります。小物も買ったんだよね今回。じゃあ上にあるやつから取ってくわ。じゃーん、こちらジーパン買いました。長めの。わ、色めっちゃ可愛い。え、平成ギャルみたいな感じの色してます。今回結構このズボンに合うトップスをいっぱい買いました。結構ちょっと待ってよ。え、これちょっとなんか色可愛いからちょっとこれにしてみるわ。可愛い。 HT ちょっとこれ着てみたいと思います。じゃーん、こんな感じです。めっちゃ可愛くない？ここになんかロゴがついてて、手はこういう感じではめれます。ズボンとも相性良くない？かわいい。え、ね、靴も買ったんです。じゃーん、パカーン。かわいい。見てー、これずっと欲しかったの。厚底のスニーカー。え、めっちゃかわいい。こんな感じ。この服に合う。こんな感じ。結構好き。なんかちょうどいい厚底か。じゃあ次これいきたいと思います。これもトップス。じゃん、結構ぴったりめのニット。じゃーん、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？大人っぽくね。なんかここがピタッとなってるから、ちょっと痩せて見える気がする。待って、何買ったか分かんなくなった。パニックパニック。これいきます。これもなんかさっきと同じ感じのこういうピチピチ系のやつです。かわいいかも。オフィシャルになってます。かわいい。ギャルやん。なんか鎖骨がめっちゃ綺麗に見えるから結構好きかも。どうしようね、めっちゃかわいい靴を見つけてしまった私。このね、靴めっちゃ一目惚れして買ったの。オープン。じゃーん。え、わかるかな。ここがね、ベルトになってます。と、ちょっとさっき見つけたスカート合わせてみようと思います。さっきずーっとズボンのチャック開いてた。見なかったことにしてください。こういうベルトかわいいよね、平成ギャルっぽく。で、ちょっとブーツも履く。え、待って、これ中裏キモ。え、待って待って待って、えぐ、見て、中裏キモ。え、超あったかいじゃん。そんなもっと早く買えばよかった。もうあったかくなってきちゃったよ。マジギャル。めちゃくちゃかわいい。次はニット。ニット1枚で出かけられる季節が来たかもしれない。じゃーん、これめっちゃ柄かわいい。そんなね、分厚すぎず薄すぎずって感じ。あ、かわいい。感じの柄です。次はパーカーだ。パーカーね、欲しかったんです。見て、シンプルでめっちゃ可愛くない？シンプルイズザベストって感じの服。これ中めっちゃ裏起毛だ。あったか。もっと早く買えばよかった。ちょっと丈は短めかな。こんな感じ。めちゃめちゃ可愛いニット帽買った。じゃーん、猫。かわいい、見て、猫ちゃんです。これ付け方合ってる。あと上着買ったわ。春先にちょうど良さそうなダウンっぽいのを買った。短めダウン。なんかこれ首まであるから、ほら寒い時めっちゃいい。
ガンダム見てデカポッケありがた。このさ、竹のさダウンってさ、いいよね。これいきます。じゃーん、え、触り心地がめちゃめちゃいいトップス。うわうわ、かわいいかも。襟がかわいいし、肌触りめっちゃいい。これはモテ服かも。なんか白いモコモコある。モコモコの半袖に手がついてるわ。手じゃん、かわいい。これモテちゃう、どうしよう。え、結構あったかいかも。これスカートでもパンツでも合いそう。モコモコかわいい。すげえ、全部着ちゃうんだから。もうこの際おでならできる、おでならできる。じゃーん、見て、めっちゃ可愛くない？これ、これ女の子っぽい。着てみます。でな、ボタンつけるのめっちゃ苦手なんだけど、ボタンつけてくれるバイト募集したい。じゃーん、こんな感じです。あの、別々じゃなくてここでつながってるわ。なんかセクシーでめっちゃ可愛いかも。パーカーだ、またパーカー。じゃんじゃじゃーん、めっちゃ可愛い。どうしよう、見て。で、中がキャミ、しかもこれカップ付きだ。わかります、してみます。可愛い。で、なんかレナさ、グレーのパーカーめちゃめちゃ好きなんだよね。これはね、裏肝じゃないので。あ、でもちょっと裏肝、え、マジ1ミリ裏肝みたいな感じだから、春先に多分マジでちょうどいいパーカー。これスカートでも合う。なんかこのキャミもカチャってこう取る感じ、めっちゃおしゃれ。いやー、セットアップ、こんな感じ。これ多分レッスン着にめっちゃいいので愛用する気がする。同じ感じのズボンも買いました。これはシャカシャカ系です。めっちゃ軽い、下が広がっててかわいい。うわー、ねえねえ、みんな見て、レナさ、ギャルになりたいの。おで、ギャルになりたーい。ベロア素材、じゃーん、ギャルだ、やばい、ギャルだ。ちゃんと締めるのがギャルっぽい気がする。え、てかこの上のさ、パーカー何にでも合うやん。普通にさ、さっき履いてたこのスカートとかも絶対可愛いよね。じゃーん。で、これがあります。ちょっとモコモコのニット帽。もうどう、いけてる？バイブス上がってる？かわいい。服はもう終わりました。じゃあ小物いきたいと思います。ベッドカバーサイズ大丈夫そう。いや、ちょうどいい。フリルがね、可愛かったので買いました。いやー、見てこれ、ヘアアイロン買いました。家電製品買わないんですけど、これちょっと気になって買っちゃったんだよね。これね、ウェーブアイロン、思ったよりでかい。ん？開け方わかんな。多分オンと、これ3段階スイッチがある。いや、むず、何も書いてないや。値段の割にすごいしっかりしてるわ。結構レビューも良かったので、ちょっと使うの楽しみにしてます。あとはね、じゃーん、3足セットの靴下買いました。この長さめっちゃ可愛くない？グレー、黒、白、ありがとうございます。シーンで買い物始めてから靴下ほぼシーンな気がする。これはでっかいバッグ。お、見て、でっかいバッグです。あ、見て、ロゴも可愛い。で、後ろにキャリーケースにこう付けれるやつついてます。私アイドルやってるんですけど、衣装とか靴とかでっかいカバンが欲しくて買いました。肩掛けもできるので、結構ね、重い荷物をね持ってるとね、肩えぐり取れそうになるから、肩掛けが助かりますね。これで現場行ったらギャルなんだけど。おはようございます。めちゃめちゃギャル。ありがとうございます。これ嬉しいです。ラストです。じゃーん、 iPhone ケース。これね、すごいんだよ。なんとね、こうできてスタンドになります。天才。しかも作りがシンプルで可愛かったから買いに来ました。はい、ということで、
シーン購入品紹介動画でした。久しぶりにこんなにシーンたくさん買ったんですけど、結構自分的に小物とかもね今回いろいろ買ってみたんですけど、カバンとかもめっちゃしっかりしてたし、全部いい感じでした。次は夏服やりたいなと思ってます。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 SNS のフォローもお願いします。あとアイドルでライブめっちゃやってるので遊びに来てください。バイバーイ。